こんにちは、大瀬です。今回は10月の8日と9日に行います B リーグ第2節琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィン戦の見どころを紹介していきたいと思います。少し早いですが、琉球が今現在西地区の1位、そして2位が名古屋ダイヤモンドドルフィンズとなってまして、首位対決という形になります。西地区の屈指の好カード、ディフェンスに特化した琉球とオフェンスに特化した名古屋のこの矛盾対決、昨シーズン唯一この琉球にレギュラーシーズン2勝しているのがこの名古屋でございまして、ここ近年は2勝2敗お互いが五分五分の状態で戦ってまいりましたが、今シーズンは果たしてどのような結果になるか注目であります。またこの琉球対名古屋の見どころを紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回アウェーで行われます琉球対名古屋、本当に琉球は硬いディフェンスからのトランジションバスケを遂行、片や名古屋は3の雨嵐が吹き荒れるチームでございます。開幕戦でもなんと100点ゲームを達成する、その攻撃力を誇っておりまして、その琉球対名古屋で中心になるとしたら、コー・フリッピン選手対斉藤匠選手、この2人の選手のゲームメイクの遺憾によってこの琉球に流れが来るか名古屋に流れが来るかっていうのが変わってくると思います。名古屋は全て斉藤匠選手が起点となっておりまして、斉藤匠選手が自らシュートに行く力も強いんですけども、何よりアシストがもう素晴らしい選手でございます。この第1節では斉藤匠選手がなんと18アシストを叩き出しておりまして、斉藤匠選手からコーティークラーク選手だったり須田選手だったりにパスが行って、そのままスリーポイントをきっちり決めるというのがこの名古屋でございまして、この斉藤匠選手のアシストからのスリーポイント、これがもう流れをつかむ名古屋の大きなきっかけになっていますので、この斉藤匠選手のゲームメイクに対するリズムをコー・フリッピン選手が崩せるかどうか、当然コー・フリッピン選手も相手ガード選手に対してハードディフェンスでついて、そのリズムを崩すことを得意としている選手でございますので、コー・フリッピン選手のハードなディフェンスが斉藤匠選手のリズムを崩せるかどうかっていうのが一つ大事になってきます。ウィングポジションではやっぱりシューター須田選手、かつて琉球にも所属していて主力として活躍しました須田選手が今現在は名古屋のシューターとしまして大きな活躍をしています。やっぱり須田選手がスリーをきっちり決める場面がとても多くて、昨シーズン狩野選手がシューターを務めていて大きな得点源になっていたんですけど、対談した後はこの須田選手が中心となってこの3を決めていますので、仮に3を外していてもそのアテンプト数がとても多いので、須田選手もそうですし、やっぱり名古屋のウィング陣誰もが3ポイントを打てますので、そのアテンプトに押されて名古屋が得点を稼いでいるところ、そこをやっぱり今村選手中心に抑えたいところでありますし、途中で出場していきますレイパートジュニア選手、やっぱりこのアジア枠に対して今村選手田代選手がマッチアップして、やっぱそこの起点っていうのも一つ潰したいところ、特に琉球としては昨シーズンと違う点は田代選手がいるところ、やっぱりこの精神的支柱であります田代選手、開幕戦の宇都宮戦でも見事その役割を果たしてくれまして、オフェンス力が強い名古屋に対しても田代選手のディフェンスっていうのは重要な役割でございまして、その名古屋に対していかに防げるか、かつやっぱりスリーポイントの対決になってきますので、今村選手、田代選手、岸本選手、そして松脇選手、やっぱりこの4選手中心に、3ポイントを逆に名古屋に食らわせて琉球が主導権を握りたいところでもあるかなと思います。そしてインサイド面ではアレン・ダーラム選手とコーティ・クラーク選手のマッチアップが一番注目かなと思います。このコーティ・クラーク選手が名古屋の一番の得点源になっておりまして、この試合でもダブルダブル達成はもちろん、やっぱ20得点以上入れる活躍、インサイドのプレーも強いさながらやっぱり3ポイントが魅力な選手でございまして、やっぱ外国人選手が3ポイントを積極的に打つチームでございますので、やっぱりアレン・ダーラム選手、そしてクーリー選手はやっぱこのコーティ・クラーク選手、もう一人エサコン選手に対してはやっぱり3を簡単には打たせてはいけない。名古屋のオフェンスとしてはもうパス展開を繰り広げてスイッチディフェンス、もしくはワイドオープンを作って、フリーの状態で3を打たせるっていうこの戦術、開幕戦の三河との戦いではこの三河がやっぱフリーで打たせたことによりやっぱ名古屋がプレッシャー少なく、3を打って決めてやっぱり得点をぐんぐん伸ばしていますので、やっぱりフリーにさせないっていうのが第一であります。そして名古屋の新加入選手のモリス・ウンドゥール選手、この選手がインサイドプレーも強いんですけども、
ミドルショットもこの綺麗に決める選手でございますので、距離を詰めたらカットインステップで、すぐさまリングにアタックするパターンと、やっぱ距離を空けたら、ミドルレンジのシュートを打って決めるパターン。この二つのパターンが、モリス・ンドゥール選手強いパターンでございますので、そこにジョシュ・ダンカン選手だったり、やっぱりクーリー選手、フィジカルで防げるかどうかというのもこの大事なポイントになってきます。琉球としてこれができたらいいなっていうのは、コティ・クラーク選手のファールトラブル。このコティ・クラーク選手が、得点源の中心となっている選手でございまして、一方で、ファールも結構多く重ねてる選手でございます。このコティ・クラーク選手に対してやっぱりハードなディフェンスをついて得点を抑える、これがフラストレーション溜まってコティ・クラーク選手のリズムを崩して、逆にマーレン・ダールム選手がファールドローンを重ねていって、コティ・クラーク選手をこのフィールドから追い出すことができましたら、琉球としては名古屋のリズムを崩す一つのきっかけにもなりますし、名古屋としましては想定していたパターンを使えなくなりますので、コティ・クラーク選手のファールトラブルが琉球にとっても大事な場面になるのではないかと思います。最後になりますが、この B リーグ第2節のゲーム2に観戦に見に行きます。今回はこのアウェー仕様の服で、こちらのジャック・クーリー選手のオーセンティックユニフォームと、あとは会場でこちらのジャック・クーリー選手のタオルを掲げて応援していきたいと思います。今シーズン初めてのアウェー観戦、その相手が宇都宮に引き続き強豪の名古屋との対戦となります。この対決っていうのはワクワクしますし、全員がやっぱ一丸となって挑まないと勝てない相手でございます。果たしてこの琉球ゴールデンキングスが強いハードディフェンスを持って、名古屋の強力なオフェンスを防げるかどうか、現地で見届けていきまして、琉球ゴールデンキングスの勝利を応援していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。